修羅丸。あかりさん、この前はありがとう。楽しいお茶会だったわ。みゆきさん、こちらこそありがとう。またみんなで集まりたいわね。なかなか忙しいけどね。シングルマザーとなると忙しさはつきものよね。まあたまには息抜きも大事よ。我ながら新ママの会を作ってよかったと思ってるわ。またぜひ集まりましょう。それはそうとさ、あかりさんはどうなの？あっちの方。ん？あっち？何？あっちって。何をとぼけてるのよ。恋愛よ。恋愛。ああ、あっちってそういうこと？まあ今はあんまり興味ないかな。慎太郎にお父さんは必要かなって思った時もあったけど、相当信用できる人に出会わないと、やっぱり慎太郎は安心させられないかなって。へえ、なんかあかりさんって意外と硬派なんだ。ウケる。ウケるかな。今は仕事も忙しいし、なかなか恋愛ってわけにはねえ。とか言ってると、あっという間に老けちゃうか。ほんとそれだよ。女が花でいられるうちは短いよ。今や新ママは逆にモテるのよ。ガンガン行かなきゃ。そうね。まあ考えておくわ。みゆきさんはいい人いるの？え？聞いちゃう？私はね、恋多き女だからさ。恋愛マスターってやつ？モテモテで困ってて。そうなんだ。自分で言うのも珍しいね。まあ不特定多数って感じ？あははは。不特定多数？それって何人かいるってこと？あんまり詳しくは言えないけどさ、危険な恋、淡い恋、いろいろよ。へえ、危険な恋って例えば不倫とか？想像にお任せするわ。なんで世の中って既婚者の方が魅力的に見えちゃうんだろうなんてね。余計なお世話かもしれないけど、不倫は良くないよ。あなたも結婚していたことがあるならわかるでしょ。はあ？説教してるの？ふわ、あかりさんっていい子ぶりっ子ちゃんだったんだ。なんかがっかり。いやいや、芸能人の不倫のニュースを見てたらわかるでしょ。誰も幸せにならないよ。はあ？あたし芸能人ちゃうやん。余計なお世話なんだが。わかった。じゃあもう好きにすれば？あ、もしかして、あかりさんって元旦那に不倫されて別れたとか？だったら不倫にはドラマあるか。いや違うけど。強がんなし。とにかくさ、説教やめてくんない？なんかあなたのこといい新ママ仲間だと思ってたけど、合わなさそうだわ。そうね。こちらも同意見よ。うわ、うざ。じゃあもう説教垂れないでよね。バイバイ。さようなら。私の名前はあかり、10歳の息子を持つ、40歳のシングルマザーです。私は数年前、とある理由で主人と離婚をしました。まあ、どちらかというと、円満離婚というやつで、息子も主人とはたまに会っている、良好な関係です。私はママ友を集めて、シングルマザーの会を作り、ランチ会などをして、日頃の悩みを話したりしています。シングルマザーって、独特の悩みや、なかなか別の境遇の人には分かってもらえないことがあるんですよね。そんな孤独感をみんなでシェアしましょうという観点から新ママの会を立ち上げました。そこに最近、みゆきという同い年のママ友が入ってきたのですが、彼女は一見気さくに見えて、実はガサツ。というか、ちょっと失礼な人でした。まあ、LINE を見たらお分かりですね。あのように LINE で攻撃をされたので、私も関わらないでおこう。と思ったのですが。ちょっと、ありえないんだけど。何？私たちもう関わらないって約束しなかった？お互い不快な思いするから LINE やめない？はぁ？あなたが LINE を断る権利なんてないわ。なんでよ。私の狙ってる男を奪おうとしているからよ。はぁ？まったく身に覚えがないんだが、なんか変な夢でも見たんじゃない？マジでとぼけないでよ。私は見たのよ。隼人先生と仲良さげに話しているところを。隼人先生？サッカー教室の？そうよ。隼人先生は私のもの。私の次の彼氏候補なんだけど。はい？あのさ、隼人先生って20歳だよ。マジで言ってるの？恋愛に年齢は関係なしんぐ。てかあんたが老けてるからって私まで巻き添えにしないでよ。私は20歳年下でも同い年に見えるくらい美容には気を使ってますから。はいはい、ならいいんではないでしょうか。ほなさいなら。ちょっと待った、隼人先生と話してた内容を教えなさいよ。口説いてたとしたら私が許さないわよ。なんであなたに言わなきゃいけないわけ？口説いてないし、そんなのあなたには関係ないでしょ。うわ、逃げた！言わないと、あなたが隼人先生にセクハラしてるってみんなに言いふらすわ。言いふらせば？私がなんで甥っ子にセクハラしなきゃいけないんだよ。え？甥っ子？隼人は私の姉の子供、つまり甥っ子、親戚。だから話してたんだけど、親しげに。文句ある？え？隼人先生のおばさまだったの？うひょー。だからあんたみたいな人、隼人に近づかないで。そんなこと言わないでよ。隼人先生には私みたいな年上のお姉様が向いてるわ。あかりさん、ぜひぜひ親戚でお集まりの際に私を勧めといて。絶対無理。ていうか、隼人彼女いるし、高校から付き合ってて、隼人が大学卒業したら結婚するみたいよ。ごびーん。あなたみたいな性格やばいやつ、親戚一同お断りです。じゃあ、さいなら。ちょっと、待ちなさいよ。どんどん化けの皮が剥がれていく、みゆきの変貌ぶりに、私は内心引いていました。私の甥っ子が彼女に狙われていたと思うと、今でもゾッとします。こんな調子で、みゆきのぶっ飛んだ色ぼけ能はエスカレートしていき、私は愚か、他のママ友からも距離を置かれていくのでした。もう彼女とは関わりたくない。そんな思いを抱きながらも、保護者会や小学校のイベントごとでは顔を合わせるので、うかつに LINE をブロックできず、私はしれっとかわすのが最善の策だと思っていたのですが、ある日。ちょっと、あんたんとこの息子、白井さんちと仲がいいの？え、何急に。白井さんって3丁目の？そうだよ。そうね。末っ子の圭吾くんとは同じクラスだし、たまにお家には遊びに行くわ。圭吾くんママも仲いいしね。うわ、あの若作りおばさんと仲いいの？悪趣味。あなたには関係ないでしょ。あと、人様を陰で悪く言うのやめたら？自分も言われるよ。出た説教。あかりさんの趣味ってババ臭い説教なわけ？もっとマシな趣味見つけたら。はいはい。でさ、何が言いたいわけ？あなたの攻撃的な LINE で人の大事な時間割いてるのわかるよね。ふん、どうせ彼氏いないから暇なくせに。はよ。要はさ、圭吾くんちって離婚危機って噂聞いたんだけど本当？その真相をあなたに聞いてほしいの。しょっちゅう遊びに行ってるみたいだし、そのくらい聞けるでしょ？また馬鹿げたことを。私はね、そんなよその家の話に首突っ込みたくないの。そんなこと絶対しないからね。ましてやあなたの頼みなんて聞かないわ。まあ、相変わらずいい子ぶりっ子ちゃんね。いつまでも正義を振りかざしてると痛い目見るわよ。正義じゃない、当たり前のこと。ま、あなたにはない感覚ね。言ってもわからないか。はあ、むかつく。っていうか、なんでそんなことが知りたいわけ？待って、やばい、吐き気してきた。もしかして。正解！白井さんちのご主人を狙いたいからよ。だってさ、あのご主人って会社経営者のイケメン。いい車にも乗ってるじゃない。いい時計もつけてるし。あんた脳みそイカれすぎ。なんかもう逆に何の感情も湧いてこないわ。下手な婚活パーティーより身近な人を狙った方がコスパいいしね。だからさ、離婚の真相をぜひ聞いておくんなまし。じゃあもう言っちゃうね。え？結論から言うと離婚は 99% なし。あなたが略奪できる確率は1億%なし。なんでよ？だって白井さんちは2ヶ月後にみんなでニューヨークに行くからよ。え？会社の拠点をあっちに移し、奥さんも将来的には会社をやるんですって。そんな。残念、無念。あの夫婦は2人とも帰国子女だから、喧嘩こそ派手だけど、ラブラブな2人よ。派手な言い争いをたまたま見た人が、離婚だって騒いだだけでしょ。よく言われるのって、奥さんも笑ってたわ。帰国子女？ペラペラ会社作る？理解してますか？あなたとは考えてる規模が違ったみたいね。ご愁傷様。じゃあ、今度こそ LINE してこないでね。ちょっとー！どうでしたか？みゆきのあたおか LINE 第2弾は。もうなんか、ある意味能天気で羨ましいですね。ずーっと誰かを奪うとか、付き合うとか考えてるんですかね。忙しい人ですね。もう十分。彼女のヤバさは伝わったと思うのですが、さすがの私も彼女をギャフンと言わせたいので、とどめの LINE をご紹介します。ねえねえ、あなたとはもうつるむのやめようって思ってたんだけど、新ママで気安く誘えるのはあなたしかいないからさ。つるんだことなんてないけど、なんなのよ毎回。今度合コン行かない？は？なんかさ、あかりさんがもう一生恋愛しないで老けていくと思うと哀れになっちゃって、恋愛マスターの私が救いの手を差し伸べるわ。いや結構。は？なんでよ。惨めな新ママのあなたに合コンなんてチャンスもうないわよ。だから結構だってば。強がんなし。あんたみたいな人、もう再婚のチャンスないのよ。うっせえな。え？再婚すんだよ私。空耳かしら？もう一度言う。再婚する。元旦那と元さやに戻る。聞こえねえのか？え？まさかの、そんな結末でいいわけ？だってどうせ、あなたの元旦那なんて、働いてないような不倫男でしょ？また騙されたの？それはあなたの元旦那の間違いでは？聞く。私の元旦那は海外を拠点にしてたカメラマン。え？世界を飛び回るのについていけずに苦渋の離婚選択をしたの。いつかまた一緒になろうって約束で。でも意外とすぐに日本に拠点を移したから復縁したの。あー今幸せ。息子には迷惑かけちゃったけど、これからは今まで以上に家族の思い出作ろうっと。なんだ。で、あなたはどうかしら？あ、今日も必死な形相して男あさりか。そんな言い方。はあ？私に再婚できないなどひどいことを言ってたのはあなたでしょ？どの口が言うのよ。それは、やられたらやり返す。倍返しだ！なんてね。ま、くれぐれもお幸せに。ブロックしまーす。なんでよー！はあ、すっきりした。言われまくった相手にやり返すって気持ちのいいものですね。やり返すっていうか、ちょっと優位に立っただけか。それから間もなく私たちは復縁し、一家3人、楽しい日々を送っています。主人も日本を拠点としたため、今までのようなすれ違いはなく、貴重だった夫婦の時間もたくさん取れるようになりました。そして一方、みゆきは私に負けた意識が強いようで、男あさりがヒートアップしているようです。お見合いパーティーや街コンにたくさん顔を出し、その必死さから巷では、鬼の形相おばさんなんて異名を持っているとか。幸いにも、みゆきは実家のご両親と同居しているので、息子さんをはじめ家族に呆れられているんだそうです。何事もほどほどが肝心ですね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。